新潟県第3区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止時の定数は5。1947年にこの中、選挙区制が導入され、その区割りでは、長岡市、三条市、柏崎市、南神原郡、三島郡、越郡、北尾沼郡。 南魚沼郡、狩羽郡で構成されて数は5であった。市町村合併などによる若干の変更があったものの、定数には変化はなかった。1994年の小選挙区制導入により、旧新潟3区は、長岡市などの主要部が新潟5区、一部が新潟4区や新潟2区に再編された。旧新潟3区は、 新潟県第二の都市である長岡市、柏崎刈羽原子力発電所などの誘致が行われた柏崎市などが含まれ、関越自動車道、北陸自動車道や上越新幹線などの高速交通機関整備に合わせて東京などの企業が工場進出を進めたが、同時に魚沼山越光などの高級米で知られる日本有数の稲作地帯でもある。 山間部では冬季に数メートルの積雪があり、政府から特別豪雪地帯に指定されているため、農業振興や国設による地域振興も重要な地域課題であった。この新潟3区は、同選挙区から唯一内閣総理大臣になった自由民主党の田中角への選挙区であることで知られていたが、それでも田中の影響力は、 最初のうちは大きいとは言えなかった。むしろ地主や昇華出身だった渡る志郎らの方が強く、田中は彼らの後陣を廃していた。田中の勢力が伸びるようになったのは選挙区の中でも、偏境とされた魚沼地区への浸透に加え、長岡鉄道の社長となって沿線に当たる三島軍で、支持を拡大してからで、1952年の第25回衆議院議員総選挙で、 トップ当選を飾って、以来は田中が、渡るや王の一郎、さらには1960年の第29回総選挙で、初当選した、村山達夫を凌駕する勢いとなる。その一方、日本社会党が、戦前の農民運動で得た強力な支持基盤を、残していた。戦前の中選挙区だった旧新潟3区では、 三宅正一が1936年の第19回総選挙で社会大衆党公認として当選している。戦後は三宅が公職追放となるも代わりに小林進や稲村純蔵が当選。三宅も公職追放解除後の1952年で新潟3区に復帰した。同じ農民運動出身とはいえ、右派の三宅、小林と左派の稲村では 支持基盤や政策に違いがあり、このため社会党は1955年と1960年に3議席を獲得した。それでも統制の体調に伴い、1969年には佐派の稲村敏夫が落選以降は候補者を右派の三宅小林に絞り込む。田中が地元の地域振興策で、 社会党の地方議員や主張との良好な関係を維持し、左派の強情主義と距離を置いた右派が強かったことなどから、新潟3区では、腰山会と社会党の温存が並立した。1970年代以降は、後演会、腰山会が、選挙区の隅々まで組織された強力な、田中支配の下、田中角栄が何票獲得するかが毎回注目され、その残りを、 他の候補者で争う構図となった。1976年の第34回総選挙では、中曽根康弘の秘書だった渡辺秀夫が初当選。1979年の第35回総選挙では、当時越山会青年部長だった桜井真が造反して立候補。この時は落選したものの、翌1980年の 第36回総選挙で、初当選を果たし、後当選を重ねた。1983年、ロッキード事件の一審判決直後の、第37回衆議院議員総選挙。通称、ロッキード選挙では、実刑判決を受け控訴中のみで自由民主党を、離党していた田中を、越山会は、地元と国政への功績を強調して讃え、 参議院議員を辞職して立候補した野坂秋生らを抑えた田中は22万票余りを獲得して当選し、全国での自民党の敗北と交代賞を成した。他候補者は3倍の正規分布の得票だったが、各英は9.33倍だった。統計的には9シグマ以上、100兆分の1以下の確率である。超自然的な事象であり、 天才たるゆえんであると池田忍は表している。1986年の第38回衆議院議員総選挙で自民党は圧勝するが、1985年に脳梗塞で倒れ、政治活動どころか日常生活まで重大な支障をきたした田中は全く選挙活動ができなかった。この時は腰山会が親父のために花道をと、 精力的に活動し、17万9000秒余りの大量得票で、田中に連続16期、そして最後の当選を送った。田中が引退し、消費税が導入された後の1990年では、田中票をめぐって、星野幸夫と処理政典が出馬。さらに全国的な社会党への支持率の高まりから、社会党も久々に二人当選を狙う。 だが、前職の渡辺と桜井に加え大倉大臣だった村山が逆風の中で再開当選、星系新人は星野のみが当選した。社会党も新人の目黒吉之助だけの当選にとどまり、前職の坂上富雄は落選に終わっている。最後の選挙になった1993年の第40回では各栄の娘の田中真紀子が出馬し、トップで、 初当選を果たした。田中と星野は小選挙区制になった1996年の第41回衆議院議員総選挙で新潟5区から共に立候補し田中が当選した。その他の党では公明党が1969年と1972年に辞典に入り当選まで肉白したが1960年に候補を擁立した。 民社党が田中逮保護の1976年1979年に候補を立てると中道政治勢力の票が分散し、いずれも当選に届かなかった。選挙区内での支持を広げられなかった日本共産党は、当選圏内から遠く、その他の党も自民党成立後は星野が旧田中派の流れを組む、新政党で当選した以外は振るわなかった。 自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数、58万4182人、投票率。 81.00%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行当日有権者数56万9755人投票率84.32%第38回衆議院議員総選挙7月6日執行当日有権者数55万9534人投票率 82.33%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数、55万4377人。投票率 85.、85.93%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日。有権者数、54万2069人。投票率 87.、87.07%。 第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、53万9009人、投票率 85.、85.19%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、53万135人、投票率 86.、86.98%第33回衆議院議員、 総選挙12月10日執行当日有権者数、512,528万人、投票率 85.、85.99%第32回衆議院議員。総選挙12月27日執行当日、有権者数、498,635万人、投票率 81.、81.63%第31回衆議院議員。 総選挙1月29日執行当日有権者数47、472。428人投票率 84.、84.13%。第30回衆議院議員総選挙11月21日執行。当日有権者数、47万5398人。投票率 84.、84.31%。第29回衆議院議員。 総選挙11月20日執行当日有権者数468,248万人投票率82.05%第28回衆議院議員総選挙5月22日執行当日有権者数457,580万人投票率83.68%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行 当日有権者数、44万1213人、投票率 84.、84.52%。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、42万6582人、投票率 82.、82.19%。第25回衆議院議員、総選挙10月1日執行当日有権者数。 435,568人、投票率 81.、81.50%第24回衆議院議員、総選挙1月23日執行当日、有権者数、414,455人、投票率 73.、73.20%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、421,949人、 投票率66.15%ありがとうございます。